はい、どうも、サークです。今日はですね、ドローンの登録の方、事前登録、始まりましたけども、今回ですね、そちらの、ドローン登録の方とですね、あと許可承認、こちらをですね、混同してませんかという話をしたいと思いますので、よろしくお願いします。はい、改めましてサラクールです。今日は2021年12月24日になるんですが、ドローンのですね、事前登録の方が始まりまして、今日はですね、そちらのですね、事前登録の登録の部分とですね、許可承認をですね、混同していませんかという話をしたいと思います。実はですね、私の方、ドローンのですね、事前登録の方が終わりまして、そちらの方のですね、動画を上げたんですが、その際ですね、まあ、コメント等ですね、登録と許可承認のところ、混同されている方っていうのがね、ちらほら、見られました。またですね、SNS 等でもですね、登録と、許可承認をですね、混同されている方っていうのがね、結構いらっしゃったので、今回はですね、こちらの方の話をね、していきたいと思います。でですね、今回ですね、本当に、簡単に、説明をね、していきたいと思いますので、ざっくりというふうなね、説明になります。よろしくお願いします。はい、まずですね、航空法一部改正に伴う制度ということで、こちらですね、2021年の12月24日現在のところですね、ちょっとだけね、触れてみたいと思います。実はですね、最近航空法がですね、2回ほど変わりました。2020年の6月24日とですね、2021年6月11日にですね、2回変わってます。でですね、6月24日に変わったものっていうものがですね、今回の事前登録に絡むところなんですけども、無人航空機の登録制度とリモート ID の導入ということで、2022年の6月20日に施行ということで、事前登録は2021年12月20日に開始というふうになっています。あと同時にですね、始まってですね、重量がですね、100グラム以上と変更ということです。こちらもですね、2022年の6月20日に施行というふうになっております。あともう一つが2021年の6月11日に改正されたもので、こちらですね、機体認証制度と型式認証制度、あとですね、資格の制度、こちらはですね、2022年をですね、予定に施行されるものとなっております。では最初にまずですね、登録から説明したいと思うんですけども、こちらですね、今言った通り、2021年の12月20日に事前登録が開始されて、で2022年6月20日から始まる制度という風になっています。中身はですね、まあ、大枠にですね、5つ挙げましたけども、まあ、屋外を飛行させる 100g 以上のすべてのドローン、ラジコン機が対象という風になっています。で、1機ごとに飛行させる前までに登録を受け、登録記号の表示等の措置を講じる必要があります。またですね、登録手数料をですね、納付する必要があります。で、4番目として、事前登録期間中、2021年12月20日から2022年6月19日までの間に登録申請を完了した場合は、リモート ID 機器の搭載は必須ではないというふうになっております。また、違反した場合は、航空法に基づき1年以下の懲役、または50万以下の罰金が科されるというふうになってまして、こちらはですね、許可承認ではなく、登録を義務付けるための制度というふうになっております。一方ですね、許可承認に関してはこちらですね、もうすでに実施されている制度になります。まずですね、許可が必要なものというものがありまして、こちらですね、飛行禁止区域でですね、空港周辺とか、あと150メートル以上の上空、あと DID 人口集中地区で飛ばす場合はですね、許可が必要になります。またですね、飛行方法がですね、対象になってて承認が必要なものがあります。こちらですね、夜間での飛行とか、あと目視外飛行、あと30メートル以内でですね、飛ばす場合の距離の確保ですね、あと催し物での飛行、あと危険物輸送、物件投下、こちらに関しては承認が必要なものになります。ということで、こちらですね、飛行禁止空域や飛行方法が対象になりまして、で禁止されている行為に対して特別に許可承認を得るための制度というふうになっております。で、3番目として、機体認証制度と資格制度、こちらに関しては現在ですね、整備中の制度というふうになってます。
で今ですね、こちらですね、図を、載せてますのが、こちらですね、小型無人機にかかる環境整備に向けた官民協議会第16回資料1から、抜粋したものに、なります。でですね、こちら、有人地帯、第三者上空での目視外飛行、レベル4の実現に向けた制度設備ということで、実はですね、現行では、こちらですね、飛行不可というふうになってます。レベル4って言われるですね、飛行があるんですが、こちらですね、飛行不可になってます。こちらはですね、新制度を設けることによって、まあ、機体認証とか操縦ライセンス、資格ですね、こちらを取ればですね、まあ、飛行ごとの許可承認ですね、飛ばすようにしましょうというふうにね、するようにね、改良としています。またですね、飛行ごとの許可承認のものはですね、まあ、今までの通りですね、飛行ごとの、ね、許可承認のものをですね、そのまま残すんですけども、新たに新設してですね、まあ、手続き不要ということで、機体認証とか操縦ライセンス、こちらですね、2種以上のものになるんですけども、こういうものを取っておけばですね、わざわざ飛行ごとですね、許可承認をしなくてもですね、手続き不要でですね、運用しましょうというふうなものがですね、新たに新設されております。ということで、こちらですね、現行の制度ではできなかったことを実現するための機体認証と、技能証明ありのですね、人材確保するためということで、まあ、有人地帯での目視外飛行、レベル4を実現するための制度というふうに、なっております。でですね、まあ、簡単ですけどもね、こちらの方のね、制度があってですね、で、100グラム以上の機体で必要なものをですね、挙げました。ということで、こちらです、ケース、今のところね、2つ考えられますけども、一つのケースがですね、禁止されてない空域、かつ承認が不要な飛行方法の場合はですね、登録は必要になりますが、許可承認は不要です。で一方ですね、禁止空域または承認が必要な飛行の場合は、登録も必要でありますし、あと許可承認も必要になります。ということで、まあ、こちらですね、まず 100g 以上の機体で必要なのは、まず登録は絶対必要になります。で、一方ですね、許可承認はケースによってですね、必要だったり不要だったりするというふうになります。今後ですね、機体認証制度とか資格制度が整備された場合はですね、さらにケースが増えます。一つ目のケース、こちらですね、上のね、このケースと同じでですね、禁止されてない空域かつ認証不要な飛行方法の場合、登録だけ必要になります。あとの許可承認とか、あと機体認証資格は不要となります。で、レベル4以外ですね、まあ、有人地帯での目視飛行のレベル4というもの以外の禁止区域または承認が必要な飛行方法の場合は、登録は必要なんですけども、許可承認とか機体認証資格に関しては、まあ、こちらですね、ケースバイケースですね。例えば、許可承認の場合は機体認証資格があればね、不要でありますし、あと逆にですね、飛行ごとの許可承認の場合はですね、こちらのですね、機体認証とか資格がね、不要となります。で、最後ですね、有人地帯での目視外飛行、レベル4の場合は、登録も必要になりますし、あとですね、飛行ごとのね、許可承認も必要になりますし、あと機体認証資格の方もですね、必要になりますと。こちらの方もですね、まあ、今後ですね、機体認証制度、資格制度が整備された場合もですね、登録はね、絶対必要になります。あとですね、許可承認とか、機体認証、資格に関しては、ケースバイケースの場合とですね、あとはですね、レベル4の場合はですね、必要というふうになります。はい、ということですね、まとめになります。まあ、重要なんですが、ここですね、登録と許可承認はですね、別物というものになります。こちらですね、まあ、一緒くたにしてしまっている方がね、結構いらっしゃるので、あくまでもですね、別物ということです。ということで、登録とは登録を義務付けるための制度。で、許可承認とは禁止されている行為に対し、特別に許可承認を得るための制度。機体認証制度、資格制度とは、有人地帯での目視外飛行レベル4を実現させるための制度ということで、こちらですね、全部別々の制度になります。なので、すべてをですね、一緒くたに考えなくてですね、あくまでも別物だということで、捉えてもらった方がね、よろしいかと思います。こちらですね、もう2022年に、もういろいろとですね、こちらの制度、まあ、特にですね、登録とですね、こちらの機体認証制度、資格制度に関してはですね、まあ、新設されると。いうことなので、まあ、ぜひですね、覚えていただきたいところですね。で、もう登録の方もですね、2021年12月20日からスタートしてますので、まあ、ぜひですね、その事前登録でですね、登録するときに、一緒にですね、許可承認とか、あと機体認証制度、資格制度のところもですね、ぜひですね、覚えていただければなと思います。はい、ということです。今回はですね、まあ、非常に簡単でしたけども、なかなかですね、全部ね、一緒くたにね、考えてしまってる方もいらっしゃったということでですね、今回こちらのね、動画をね、作りました。でですね、最初も言いましたけども、私
の方、事前登録の方、すでにね、完了しています。でですね、今回、事前登録をした際にですね、感じたこととか、あとですね、問題点に関してまとめた動画というものをね、上げてますので、ぜひですね、合わせてそちらの動画もですね、見ていただければなと思います。はい、ということでですね、今日の話題はね、以上となります。次の動画でお会いしたいと思います。以上、サークでした。さよなら。バイバイ。